いよいよ最終ステージ。ここまで何もなかったってことは、最後に何か隠しているということか。決勝進出おめでとう、一文字烈也。さて、それでは最後のステージへご案内しよう。別に誰が相手でも構いはしない。勝つのは俺だ。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーに。ここがファイナルステージ。ようこそファイナルステージ。挨拶はいい、さっさと始めてくれ。ようこそ一文字烈也。ボルソイ、今回はお前たちの参加とても感謝している。どういうつもりだ、目的を言え。まあそんな怖い顔しないでほしいもんだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。心にもないこと。そんなことはない。お前たちのおかげで貴重な走行データを取ることができたのだからな。データ？いかにも。今大会で取らせてもらったデータは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究にな。特にここまで残った烈也、お前のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだ。礼を言うぞ。最後の仕上げ？そんなことより、最後の相手はどうしたんだ？最後の相手？そうだったな。では烈也、お前には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらった。研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇ったナックルブレーカーを破壊してな。何だと？最強のマシンはこの世に一台だ。烈也、特にスクールを出て行ったお前にミニ四駆を持つ資格などない。最後の仕上げはお前のマシンをこの世から消すことで完成だ。俺がスクールを出たのはもっと早いレーサーになるため。あんなところにいたんじゃ、いつまで経っても強い相手に出会えないからな。その元気がどこまで持つか。では最終ステージを始めよう。我がスクールを出たことを死ぬほど後悔するがよい。来い、相手になってやる。We'll be right back.
口ほどにもないぞ。ほう、これは意外だったな。そんなものか。やっぱりスクールを出て正解だったな。今までの奴らの方が十分手応えがあったぜ。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部に過ぎ。だが俺なら次はもう少し本気でやらねばいかん。優勝おめでとう、レツヤ。偽りの大会の優勝も何もない。さっさと終わらせろ。そうか。仕方がない、今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう様子見だ。少々計画が狂ってしまったが、この会場もろとも列やお前のマシンには消えてもらうとしよう。参加レーサーの諸君、最後のフィナーレ、機会があったらまた会おう。はっはっ。